あれ、ここは？おいおい、甲板に戻ってきちまったみたいだな。一体どうなってやがる。無用の長物になっちまったみたいだからな。幽霊って、その腕、あんたまさか。王よ、俺はかつてキャプテン・リードと呼ばれた男だ。された挙句のたれ死んだクソったるな海賊さ。本人なのか。死んだってそれじゃ。てめえらも日誌である程度事情は分かってるだろう。いろいろと無念を抱え込んだまま真剣な熱病でくたばっちまってな。未練のあまり魂が自我を失ったまま現世をさまよってたってところだ。このエレフセリアと共にな。そんなことが。
だがてめえらがきつい灸を据えてくれて自分を取り戻せた。改めて礼を言わせてもらうぜ。どうやら時間みてえだな。キャプテンリード、もうお別れなのか？残念ながらそのようだ。おい、漁師。おお、なんだよ。その海図があるからってくれぐれも油断するんじゃねえぞ。あの世で再会なんてことにならねえよ。せいぜい気張るんだな。おお、分かったぜ。アドルと言ったな。うすうす気づいていると思うが、この島は妙な獣どもや遺跡の他にもとてつもない何かが眠っている。俺はそれにたどり着けなかったが、てめえはやってくれそうな気がするぜ。なかなか面白そうな連れが一緒にいるみたいだしな。え？あの、こちらこそだ。短い間だったが世話になったな。てめえらとは時代こそ違うが、この島から脱出を試みた同志に違いねえ。まあ、ああ食いしばってなんとか生き抜いてみせるが、それじゃあ